皆さんこんにちは、PGA ティーチングプロ竹内です。本日はアイアンでの、飛距離アップ、アイアンでの番手通りの距離を出すための練習ドリル、ご紹介していきます。アイアンで番手通りの距離が出ない、また距離が出ないというのは、バックスイングを上げてこのトップのところからダウンスイングにかけて手首の角度が先にほどけてしまい、ダウンスイングの途中で左腕とこのクラブのラインが一直線になってしまう人が非常に多いです。このようになってしまうと、もちろんダフりの原因にもなってしまいます。またここで伸びることによって軸がこのようになって、フェース面が上を向いた状態で、飛距離が出ずに上に上がってしまうボールになってしまいます。これが長くなれば長くなるほど、飛距離ロスにつながってきてしまいますので、この正しい形を、しっかりと覚えてください。ここで早く手首がほどけて一直線になってしまって、インパクトの時には逆にこのようになってしまうと、距離が、全然出なく、滑ったボール、弱いボールになってしまいます。ここで正しく、スイングするためには、ここの入射角というのが大切になってきます。ヘッドのほどけが、手首のほどけが早くて、このように下からすくい打つような形というのは、クラブのヘッド軌道というのは鋭角に入るのではなく、下からこのような入り方、アッパー軌道に入ってしまいます。これを修正する練習ドリルをご紹介していきます。ヘッドカバーですね、ドライバーのヘッドカバーを一つ用意してください。練習していくクラブは8番アイアンです。このヘッドカバーをおよそ1グリップから少し遠い1グリッププラス10センチのところぐらいに、ヘッドカバーをこのようにセットします。最初はこのぐらいの距離で練習をしてください。ここでダウンスイングで手がほどけてしまうと、ここに当たってしまいます。この手がほどけないように、なるべく上からこの手首の角度をキープしたまま体の回転をして打ってこれるように、そうするとこのフェース面の正しい角度ですね、フェース角の正しい角度でインパクトを迎えることができます。それでは一度打ってみます。このテイクバックの時に当たる人は少し避けながら上げていってください。はい、このようにスイングすることで、手首のほどけが修正されて、アイアンの距離が伸びてきます。正しい、手首の角度、しっかりとマスターして距離アップを目指してください。以上で終わります。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで、飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。